続いて新型コロナウイルスの最新情報です道内では今日新たに2811人の感染が確認されました死亡した方はいませんでした札幌が1154人です進興局別100人を超えているところが色のついた5つの進興局です変わってカレンダーです先週の木曜日よりも350人以上減って5日連続で前の週を下回っています